が正しい ？I live in Osaka. I am living in Osaka. Hi everyone, it's me Chigisa. 皆さん、こちら I live in Osaka. I am living in Osaka. どっちが正しいと思いますか？どっちもなんか合ってるような気がするんだけどとか思いませんか？パッと答えられなくても大丈夫。みんなが気になっているこのポイント、この動画を見てスッキリしていきましょう。最後まで動画を見ていってくださいね。それではレッスンスタートしていきましょう。 Are you guys ready? Let's get started! まずは I live in Osaka. I am living in Osaka. どちらが正しいのかという問いに対して、実はこちらどちらも正しいというのが答えになります。ただ通常はこの1番の I live in Osaka を使います。状況によっては2も OK かなっていうぐらいです。これは何が違うかっていうと、伝えたい意味が実は変わってきます。モヤモヤポイントはきっとこれですよね。日本語から英語に考えると、住んでいる、今住んでいる、これは何々しているだから進行形と、こういうふうにもやっとしてしまうんじゃないかなと思います。直訳をしてしまうとこのように時にはモヤモヤ度を高めてしまうことになります。これね、日本語から直訳するとどうしてもちょっとごちゃごちゃになっちゃうんで、シンプルに考えてみましょう。文で見ると違いはすぐにわかります。1番は現在形、2番は進行形、そうですよね。で、現在形はそもそも何かというと、現在形となるから現在していることって思いがちなんですが、習慣的にいつもしていること、いつも形です。で、進行形は今だけ一時的にしている形になります。いいですか？一時的にしている形、いつもはしていない、でも一時的にしているという時に進行形を使います。つまり自宅があって大阪で生活をしているのであれば、習慣化していることなので、いつもしていることですよね。なので1番の I live in Osaka を使います。で、どういう時に2番の I am living in Osaka を使うかというと、まあ、一時的っていうことを強調したいのであれば、単身赴任だったりとか、あと留学で一時的に今大阪に住んでいるんだよという時に2番を使うことができます。どうですか？これでもやっとがスカになりましたか？日本語のしているは実は2種類あるんですね。習慣的にしていること、今だけしていること。習慣的にしているものであれば現在形、今だけしていることであれば進行形、このように使い分けてみてください。なのでね、日本語に引っ張られないように、日本語に引っ張って直訳して進行形にしないように気をつけてください。レッスンをしててもやっぱりすごくこの間違いが多いので、日本語を直訳する前にこれは習慣的なものなのか一時的なものなのかというふうに、現在形なのか進行形なのかを使い分けてみてください。はい、私の公式 LINE では中学校英語無理という方も大歓迎の英語学習公式 LINE があります。もちろん公式 LINE なので無料なので、英語を学びたい方はぜひ公式 LINE からお友達追加をしてください。英語情報だったりワークシートだったりを配布していきます。そして無料でカウンセリングもやってるので、ぜひこの機会にね、一度試してほしいなと思います。2022年6月24日、私の第2弾となる本、独り言英語フレーズ1000が発売されます。たくさんの方に見ていただけるととっても嬉しいです。 Okay, that's it for today. Thanks for watching and I will see you next time. Bye!